はい、ルルカです。今回はね、楽天モバイルのあるサービスが解約されていましたのでお話していこうと思います。そのサービスに関しては少し前にルルカも誤報を流してしまいました。大変申し訳ございません。そのね、流れからまずお話しさせていただきたいんですけれど、ルルカが流してしまった誤報なんだけど、こちらのキャンペーンと絡んでいます。まあ、少し前にね、まあ、ルルカが楽天モバイルを少しでも安く契約する方法っていうのを動画内で紹介させてもらいました。この中でね、現在で言うと、2020年新春スマホ大特価っていうことで、人気のね、8機種がお得に購入できますっていうものを紹介させてもらいました。ただしね、この動画に関してはね、概要欄にも貼っとくんですけれど、普通にね、何も考えないで契約するのであれば、通常で契約するよりも、確かにお得ではあるんですけれど、まあ、実際にはね、もっとお得な契約方法っていうのがあるんですよってことで、いろいろなね、お得に楽天モバイルを契約する方法を紹介させてもらいました。その中の一つに、少し前までお得になるね、契約の仕方っていうものが存在していました。それをルルカはまだ存在していると思って紹介してしまいました。そのサービスなんですけれど、こちらになります。はい、知ってる方もいると思うんですけれど、Amazon で販売されている楽天モバイルのエントリーパッケージっていうものになります。現在 Amazon で350円で販売されているものになるんですけれど、ルルカね、少し前に紹介した楽天モバイル、少しでもお得に契約する方法の中でも紹介していて、エントリーパッケージ使うことによって、契約事務手数料、こちらの方がね、タダになるので、かなりお得に契約することができますよっていうのを紹介させてもらいました。350円で購入することができて、まあ、3000円以上するね、事務手数料がタダになるということで、まあ、かなりね、お得なパッケージなんだよっていうことをお話したんですけれど、なんとこのエントリーパッケージ、Amazon で販売されているものに関して知らぬ間に解約されていました。ルルカもね、いろいろと検索かけたんですけれど、これに関して触れている人がほとんどいませんでした。はい、まあ、ルルカも気づかなかったんでね。で、どの点がね、解約されたかっていう部分なんですけれど、こちらの部分になります。契約時の事務手数料が350円割引され、ドコモ回線プランでは3383円税込み、 au 回線プランでは3396円税込みになります。ということで、以前まで350円払うことによって事務手数料が無料になっていたものが、なんとわずか350円、購入した金額しか割引されないっていうことに変更されていました。皆さん気づいていましたか？まあ、ルルカもね、先ほど言った通り気づかなかったんですけれど、今回の件に関しては YouTube のね、コメントでこのね、説明文のところに、無料ではなくて事務手数料が350円割引ってなってるけど、本当に無料になるんですか、みたいな感じで質問をいただきました。で、まあ、ルルカもね、確認させてもらったら、前まで事務手数料無料だったのに、なぜか350円になっていて、ルルカとしてはね、まあ、ここ最近、楽天モバイルスーパー放題に関しては、いろいろな変更がありました。まず、年間縛りというものがなくなったので、まあ、いつでもね、無料でやめることができたりとか、それに伴ってね、月額費用がね、縛りとか関係なしに、1480円で使えて、まあ、ダイヤモンド会員であればね、速攻で980円で契約することができる。ということで、かなりね、お得になって、楽天モバイルスーパー放題、契約することができるようになったんですけれど、まあ、そういう関係でね、この説明の文とかね、まあ、いろいろなところに変更があったわけなので、まあ、そのね、流れで間違えてね、表示のを350円割引にしてしまったんだろうなと思ったんですよね。ただし、サポートセンターとかにね、聞かないと正確なことがわからないと思ったので、まあ、ルルカね、楽天モバイルのサポートにちゃんと問い合わせしました。はい。そうしたら、お返事の方が返ってきたんですよね。まあね、この動画を見てくれてる人だったらね、どんなお返事が返ってきたかはわかると思うんですけれど、なんとね、11月26日かな、から、今まで Amazon で販売されていた事務手数料が無料になるエントリーパッケージ、こちらのね、割引っていうのが無料ではなくて350円割引になりましたっていうお返事をいただきました。はって感じですよね。はい。まあ、大々的な説明だったりとか発表って多分なかったと思うんですけど、もしかしたらね、どっかで発表してたのかもしれないんですけど、ある程度ね、楽天に関しての情報っていうのは確認する、いろいろ見ているんですけれど、まあ、ルルカは確認することができていませんでした。まあ、その中ね、Amazon で売られているエントリーパッケージに関しては、事務手数料350円。要は、今回のね、このエントリーパッケージが350円で売られていますので、購入した金額分が割引されるだけっていう形になったようです。さらにね、そのね、サポートセンターからいただいたお返事、見てみると、なんとね、Amazon を利用されている方っていっぱいいますと。その Amazon を利用されている方が、要はね、Amazon ポイントだったりとか、Amazon ギフト券を使ってね、このエントリーシムを購入することによって、350円であればね、Amazon のポイントだったりギフト券を使える。まあ、そういう利点があるんですよっていう説明までついてきました。利点。まあ、確かに Amazon ポイントいっぱい持ってる人だったりとか、まあ、Amazon ギフトいっぱい持ってる人であれば、まあ、350円だけでもね、割引されるんだったら使おうかなって思う方もね、もしかしたらいるわけあるかな？うん。あるかな？わかんない。ルルカは少なくても350円で購入した、このエントリーパッケージで350円割引にしかならないんだったら使わねえよと思うんだけど、まあ世の中にはね、いろいろな方がいるので、そういうふうにね、お問い合わせからお返事いただいた内容のように、
このね、350円の割引を受けるためにエントリーパッケージってものをね、わざわざ Amazon で注文して、まあ、そこからね、SIM の契約をするって方。まあ、いなくはないのかもしれないんですけれど、普通に考えてね、ほとんどいないんじゃないかなと思います。やはりね、今までね、エントリーパッケージイコール無料だったっていうところが大きくて、使ってたって人がね、ほとんどだと思います。そんなね、大事なエントリーパッケージ、事務手数料無料がね、解約したっていうことを発表もせずに、そのまま放置している。どうなんだろうなと思って今回動画の方にさせてもらいました。ここまで聞くとね、まあ、よくね、ルルカの動画でも、コメントいただいたりするんだけど、書いてあるじゃんっていう方いると思います。まあ、ルルカもね、いろいろと契約世代に言っています。自分でね、注意して見てから契約しないといけないんだよって話はさせてもらっています。なので、まあ、もちろん書いてあることなんでね、嘘をついてたりとか、まあ、詐欺まがいの行為ではないです。もちろんちゃんと書いてあるんでね。まあ、ただし、このエントリーパッケージというもの自体がね、長い間ね、Amazon で350円で購入することによって事務手数料無料になるっていう風に使われていたものが、説明文に関してもね、まあ、事務手数料無料じゃなくなったとかね、ま、いろいろと注意文があってもいいもんだと思うんですけど、そういうことも記載せずに、そこのね、一番大事な部分を削ってしまうっていうのは、まあ、正直ちょっとね、なんか気持ち悪いなって気がします。その辺に関してはね、考え方っていうのは人それぞれだと思うんですけれど、やっぱね、そういう一番大事な部分に関しては、大きく書いてほしいですよね。変更点があったなら、改訂版とかね、書いてくれればまだ気づくと思うんですけれど、このままだとなかなか気づきませんよね。基本的にね、ルルカ楽天モバイルを押しているんですけれど、やはりね、ここはなと思うとこに関しては言いたい人間なんで、この点に関してはね、それはないだろうっていう感じになっています。さらに言ってしまうと、今回このね、Amazon で売られている、楽天モバイルのエントリーパッケージに関しては、先ほど言った通り350円、まあ値段の方も変わらずに、割引もね、なぜか350円に下がったわけなんですけれど、ちゃっかりとね、楽天でも楽天モバイルのエントリーパッケージを売っています。こちらに関してはお値段の方が3350円ということで、値段を上げて、その代わり事務手数料が無料という形で、同じエントリーパッケージではあるんですけれど、楽天では今まで通り事務手数料無料になるパッケージを売っています。これね、何が言いたいかっていうと、こちらはね、まあ、もちろん値段が上がってるから無料になるっていうのもわかるんですけれど、個人的にはね、先ほどの Amazon に関しては明らかにね、無料になると勘違いさせる気があるんじゃないかなと思って仕方ありません。普通に考えて同じようにね、やるのであれば、向こう側も同じようにね、3350円にすることによって、今まで通り事務手数料無料にすればいいじゃんってところなのに、楽天で売るものに関してはね、しっかりとこの3350円、値上げをすることによって無料にしているのに、自分たちのね、本母体ではない Amazon に関しては、とりあえずね、楽天モバイルっていう名前をつけたね、SIM を売りたいために、350円でとりあえず出しておいて、安い金でね、出しておいて、まあ、手数料もかかるから、高い金額を出してしまうと手数料の分も上がってしまう。ということで、とりあえず払うから、そこに置いといてくれよ。Amazon に置いといてくれよ。宣伝させてくれよ。みたいな。なんかね、そんな意図を感じてしまいます。ルルカのね、性格がねじ曲がってるからそう感じてしまうのかもしれないんですけれど、なんかね、そういうなんか悪い意図っていうものをどうしても感じてしまいます。こっちもね、同じように350円。そしてね、事務手数料が普通に350円引きにしかならないというふうに表記されてんだったらいいんだけど、このね、二つのものが存在していることがね、なんかな、ちょっと変だな、みたいな感じで思ってしまいました。もちろんね、楽天モバイルに関しては、先ほども言った通り、現在ね、スーパー放題に関しては、誰でも1480円で契約することができるようになっています。1年間ではあるんだけどね。これに関して以前であれば、3年縛りだったり、2年縛りしなきゃいけなかったのがなくなって、で、さらに言えばね、ダイヤモンド会員であれば980円で持つことができる。さらにね、もちろんスーパー放題使ってみたはいいけど、やっぱ使い勝手悪かったな、みたいな。まあそうなってきた場合に関しては、逆金とかもなくね、解約することができるようになっている。ということで、かなりね、いいところが増えたっていう部分はあるんですけれど、残念ながらこういうね、お得になった部分を支えるためには、やっぱね、外部で払うお金っていうものに関しては少しでもね、抑えなきゃいけないということで、それこそね、先ほどの Amazon もそうなんだけど、その他でもね、以前までであれば、ポイントサイトと呼ばれるもの、まあ、ルルカもね、ちょいちょい紹介させてもらってるんだけど、まあ、楽天モバイルにね、登録する際にポイントサイトを通すとね、何円分のポイントが入りますよ、みたいのがあったわけなんですけれど、値下げを行った後に関しては、ポイントサイトを通して楽天モバイルに入るとね、ポイントがもらえるみたいな、そういうキャンペーンも終了しています。まあ、現在であればね、それこそ楽天さんが主導で、まあ、楽天モバイルでね、やってるキャンペーンだったりとか、楽天市場でね、少し前やっていたんですけれど、楽天市場から契約することによって特典を得ることができる。楽天母体でのキャンペーンぐらいしか現在行われていません。普通にね、友達から招待してもらうのであれば、楽天モバイルが公式でやってるこのお友達紹介キャンペーンですよね。まあ、こちらの方を使うとね、紹介ポイントがもらえたりとか、ルルカも何度も利用させてもらってるんですけど、プラス割を使ってちょっとお得に契約する。あとは、今回の動画で紹介させてもらった、まあ、楽天市場に出てくるね、特殊なバナーから契約することによって、
ポイント10倍を3ヶ月間使うことができるみたいな風に、まあ、楽天を通さないものに関しての特典っていうものを排除している形になります。まあ、もちろんね、先ほど言った通りプランをお得にするためには抑えなきゃいけない部分があるので、まあ、そういうのをね排除していくって流れ、これはね、まあ、仕方ないと思います。それによってね、お得なサービスっていうのを継続して利用することができるのであれば、個人的にはね大歓迎ではあります。ただしそれでもね、やっぱ外部でも紹介したい、宣伝したいよっていう ねせっこい気持ちが出ていて、 Amazon で売られている SIM のように大々的な発表をせずに、まさかのね、元々の値段、売ってる値段350円っていうのを買えないままに、割引がたった350円つくだけのSIMを売ってしまうとか、なんかね、そういうの嫌だなと思って今回動画のを撮らせていただきました。本当ね、ルルカに関してもコメントで教えてもらわなかったら気づきませんでした。気づいていた方もね、もちろんいるとは思うんですけれど、そんなね、自分が契約する時じゃないと確認しないし、自分が契約する時でもね、やっぱ固定概念ってありますよね。はい、一番最初は確かめるかもしれないけど、過去に使ったことがあって、その特典を受けることができた場合に関しては、やっぱね、固定概念があって、あ、今回も無料になるんだろうなとか、まあ、いい方に考えてしまったりすると思います。まあ、これはね、ルルカのいけないところだとはもちろん思うんですけれど、そう思ってしまう人がいるし、そう思わせたいっていう思考が働いてんじゃないかなっていう風に勘ぐってしまいます。まあ、今回こういう風に気づくことができましたので、現在ね、 Amazon で売ってる350円で購入できるエントリーパッケージに関しては、あくまでね、350円で販売されていて、350円のね、割引しか効きませんので、先ほど言った通りお友達紹介キャンペーンだったりとか、まあ、プラス割を使った方が断然お得に契約できますので、ぜひね、そちらの方を利用してみてください。まあ、ルルカの動画内ではエントリーパッケージを使っての契約っていうのもお得ってお話していますが、もうすでにその11月26日以降に関しては全くお得ではありません。なので絶対にこちらのは利用せずに、違うね、キャンペーンを利用して契約してみてください。もちろんね、楽天のサポートセンターが言っている通り、 Amazon ポイントだったりギフト券大量に持ってる方で、その他のキャンペーンとも一切絡むものがないのであればね、この350円のためにこれ頼むのもいいかもしれないんですけれど、わざわざ違うところでめんどくさい思いしてね、注文するぐらいであれば、直接楽天モバイルで契約した方が全然いいんじゃないかなと思います。ルルカに関してもね、楽天モバイルの契約していますので、まあ、よろしければね、メッセージ、ツイッターのメッセージとかで質問いただければ、招待コードを発行することができます。一人5回かな、とかまでできますので、まあ、よかったらね、言っていただければ、招待コードの方をね、お渡しすることも可能になっています。数量限定になっています。まあね、今回この辺で終わろうと思うんですけれど、まあ、よろしければこんな感じで、なんかね、ルルカを知らないサービスで気づかない間に解約されているものって結構あったりすると思います。こういう解約情報など概要欄のにツイッターも貼ってありますので、ツイッターのメッセージだったりコメントでいただけると非常に助かります。気になる内容あったら一応ね、ルルカが調べた上でこんな感じで動画の方にもねしたいなと思っていますので、よろしければね、情報提供お願いいたします。まあ、そんな感じで今回この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。